何があるんだろうな、中学生。皆さん勉強中です。場所が慣れていないもんで、なかなかですね。いいですよ。厳しいですね。はい、活性化しますから脳が大丈夫。タイムですか、はい、ここを見ながらやる、両方やるのでね。はい。Hello everyone! How are you? ママヒロの時間です。今日も1時間私モナにお付き合いください。このプログラムは子育て真っ最中の新米ママさんやパパさん、これからママになるパパになる皆様やベテラン主婦の皆様への情報提供の場として放送しております。ご意見やご感想のある方は fm79@fm-nirai.jp までメッセージをよろしくお願いします。さてさて、今日のメニューなんですが、その前に今月から沖縄警察署少年課の皆様が協力をしていただくことになりました。拍手、イエーイ、はい、それで沖縄警察署少年課より許田秀樹課長、そして池間和志でいいんですか、ひとしです、和人ひとし、あ、ひとし、おお、池間ひとし、はい、企画育成係長のお二人を迎えして、はい、家出少年及び福祉班被害少年の発見保護の強化月間、ちょっと長いですけど、についてをテーマにトークしていきます。そしてラジオのお聞きの皆様へのミュージックブレイクは、もう懐かしい懐かしい、最近ですね、CS、あ、宣伝してしまった、ごめんなさい、あのコールドケースっていう番組があるんですが、はい、その番組の後ろで必ずね、バックグラウンドミュージックが懐かしい曲がかかるので、あ、いいなということで私もこれを選んできました。はい、エルヴィス・プレスリーのバラードの曲から Can't Help Falling Love You でお届けいたします。そして映像をご覧の皆様にはゲストと私のおしゃべりにお付き合いください。よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日は家出少年及び福祉犯罪被害者、あ、被害少年などの発見保護活動の強化月間長についてご紹介いただきますが、はい、まずはその前に自己紹介からお一人ずつお願いいたします。はい、ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。沖縄警察署少年課長の許田と申します。よろしくお願いします。はい、少年課で企画育成係長をやっております池間と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、この少年育成なんだっけ、このなんとか係、難しいんですけど、はい、どういった内容のお仕事なさってるんですか。あ、これはですね、いわゆるあの事件、まあ、傷害とか窃盗とかそういった事件以外のものを扱います。はい、いわゆるこの福祉犯罪、うん、またはあの児童虐待、うん、であとは行政ですね、学校とかに行って、ほうほう、あの非行母子教室とか、うんうん、いろんなことをやったりですね、うーん、はい、まあ、の少年の健全育成ですね、健全育成が、はい、あ、直接関わっていく、うんうんうん、それでプログラムを作ったりとか、はい、そういうのをやるっていう感じでしょうかね。はい、うん、わかりました、ありがとうございます。では本題に入りますが、家出少年および福祉犯被害少年などの発見保護活動の強化月間についてご紹介ください。はい、例年ですね、県警では夏休みを終えた9月にですね、はい、家出少年および福祉犯被害少年等の発見保護活動の強化期間等を設定してですね、各種活動を推進しております。まあ、その理由についてはですね、うん、子どもたちの中にはですね、夏休み期間中や夏休み明けの時期にですね、家で深夜徘徊、そして飲酒、喫煙などのですね、不良行為や薬物乱用等の非行に走りやすくですね、コミュニティサイト、この辺はあのパソコン等ですね、の世界に入ってくるんですけど、うんうんうん、あるいは出会い系サイト、うん、そしてスマートフォンのアプリ等を利用してですね、性的な被害を受けたり、あるいは有害業務に従事させられるとなどですね、うん、悪質な福祉犯の被害に遭うケースが少なくありません。加えて近年、
有害業務に従事させるなどね、県内においても少年被害にかかるいわゆるエンデリというですね、援助出会い系サイトとかですね、うん、そういったエンデリがあって、事案の検挙が目立つほか、メンズエステやガールズ、うん、バーとを称しですね、うん、少年の性を売り物とする営業が次々とその形態を変えて出現するなど、少年の健全育成上問題となっている状況が認められます。うん、で強化期間中はですね、はい、青少年の深夜徘徊、特に、まあ、夏休み終わってですね、この期間にちょっと多いもんで、青少年の深夜徘徊、そして喫煙飲酒等の不良行為及び福祉犯罪被害少年の発見、まあ、早期発見ですね、うん、措置早期発見措置のためのですね、街頭補導活動の強化とともにですね、少年の非行犯罪防止、そして広報啓発活動並びに関係機関と連携をした3つの活動を柱として強力に推進しております。はい、まあ、3つの柱のうち1点目はですね、はい、家で少年の発見保護活動の強化であります。で2点目は福祉犯被害少年の発見保護活動の強化、3点目は少年及び保護者に対する相談活動の強化であります。はい、またその他にですね、非行防止教室を開催し、はい、青少年の規範意識の高揚を図り、そして広報啓発活動の強化、薬物乱用防止、飲酒喫煙等防止に関する広報啓発活動の強化を行っております。はい、以上の活動を強力に推進しておりますので、ボランティア関係機関地域の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。はい、なんかね、ちょっと長く話が続きましたが、ね、はい、なるほど。夏休み明けの9月は家出少年および福祉犯被害少年等の発見、はい、包括の強化月間になっているわけなんですが、はい、この家ではね、先ほどもね、この私番組が始まる前にちょっとお話したんですが、なんかね、夏休みとか長い、ね、休みの間にこう起こるのかなと思いましたら、意外と9月なんですか。そうですね、夏休み期間中よりも、ええ、全国的に統計的に見ますと9月の方がですね、うん、やはり家で、行方不明者事案が発生しております。そうなんですね。はい、で県警イコール、まあ、日本全国なんですけど、うんうん、9月を先生の県税育成ということですね、家での発見活動の強化に取り組んでいる状況であります。うん、ではこのね、一番多いといった9月、全国や沖縄県の家で、そして沖縄警察管内、所管内というんですかね、はい、での状況はどうなってますか。はい、平成、まあ、沖縄県内ですね、平成25年が603名の子どもたちが、うん、まあ、発見保護されております。で平成26年が543名という状況ですね。うん、まあ、全局的に見てもですね、かなり多くて、うん、平成25年の全国では2万801名の子どもたちが発見保護されております。うん、でそして平成26年がですね、1万8732名の少年が発見保護されている状況であります。うん、でもね、これね、発見されたらいいですよね。そうですね、中にはね、そのままもう、はい、もう行方が全然分かんない子もいますよね、未だにね。はい、やはりですね、あの福祉犯、被害になったですね、あるいは風俗営業等ですね、働いている児童も少なくありません。そうなんですよね。だからね、はい、あの本当に、まあね、捕まるっていうか補導されるのはいいんですが、さえない人たちもね、中にはいて、この、ね、人数が上がってこないだけなのでね、分かんないんですけどね。はい、そうですね。今まで補導した青少年からの調書とかね、こう読まれて、家出の原因で一番多いのかなと思ったのは何でしょうか。やはりあの休み明けにですね、ええ、遊びたいっていうのが、まあ、これが一番原因ですね。遊び盛りっていうんですかね。うんうん、そして親の目から逃れたい。うん、ということですね。要するに自由にできる、うんうん、自分勝手に自由にできるということがほとんどのその原因となっています。うん、ということは年齢的に言えばどのぐらいが一番多いんですか。だいたい15、16がほとんどですね。あ、はい、高2、3年ぐらいから1年、はい、高1年ぐらいですかね。はいはい、中2、3が、はい、男女別にするとどちらが多いんですかね。やはり、女性の方が多いですね。はい、まあ、この方で男女別で見てみますと、県内なんですけど、女性の方が平成25名、40名、うん、男性は7名、うんうん、で全然違うね。全然違いますね。6倍違う。そうそうそう、平成26年、去年ですけど、女性の方が16人、うん、で男性が1人ということで、圧倒的に女性の方がですね、
こうやって福祉案内の被害になっている可能性がありますね。やっぱりあの環境的にまだまだなんていうのこう、まあ、変なふうに言いますと、例えば女の人って、ね、ある程度働けますよね、はい、大きさをすればバレないと、はい、そうそう、なかなかこの辺がね、ね、見えないちょっとですよね、大人に見えてしまうと、ね、ね、男の子はバレますからね、そうそうまさかあのこんなあのオカマクラブとかそういうところそんなに多くないですから ね、 ではないですね、働けませんよね、やはり女性はですね、この予想が変わってしまうと、ね、なかなかですね、年分からんかったとかね、はい、そうですね、後から捕まった時にえあれ19って言ったよって言って違う13だよってのもありますからね、はい、はい、そうなんですよね、うん、では沖縄県の少年の犯罪の中でもね、飲酒絡みもまあ多いと聞きますが、はい、その点はどうですか。そうですね、あの沖縄県がですね、まあ、何かとお酒に関与な島でもありますけど、それにやっぱり絡む事案っていうのは多いです。この少年の関係でおきましては集団飲酒っていうのがありましてですね、集団、はい、今年、まあ、統計では今年7月末で、まあ、55件269人が報道されております。うーん、すごい、はい、多いですよ ね、 ねえ、すごいすごい。昨年同期ではですね、69件329人です。うーん、でそうですね、あのやっぱりアルコールっていうのはですよ、あの未熟な少年たちに対してはですね、なんていうんですか、急性アルコール中毒とか死を招くばかりかですね、うんうん、あとはなんていうんですか、飲酒運転、うん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 、それで事故を起こしたり、うん、または死亡したりしていますので、中にはですね、まあ、親が子にあのせがまれて買い与えるというケースもあります。なんかまた逆にね、先輩が飲ますっていうのもありますけどね。そういうのもありますね、ね、やっぱり地元のこのつながりとかもありましてですね、うんうんうん、まあ、やっぱりそういったのはあのあまりよろしくないんで、うんうん、やっぱ子供っていうのはあのいいものも悪いものも何ていうんですか、吸収するのはとても早いんですね。ですので、あの大変なことを引き起こしますので、うんうん、やめていただきたいと思います。そうですね、この、はい、飲酒するまでもちろんね、経緯今言った先輩に飲まされたとか、はい、親に買わされたとか、また逆に親が買ったとかいろいろあると思うんですけど、その中でも一番多かった原因は何でしょうか。あ、原因はですね、あの、まあ、いろいろある中でですよ、やっぱりあの何かしらの記念日だったとかですね、まあ、誕生日とかですよ。あで、まあ、特に集まったからとか、あそういったのもあってですね、ええ、はい、まあ、多岐に渡りはしますね。やっぱりなんか記念日が一応多いではない、記念日が、うーん、面白いですね、記念日、まあ、いろいろ理由をつけて飲むと大人みたいです ね、 ですね、どっかの ね、 ね、はい、友達の誕生日記念日とか、いいですね、これみんなあの大人と似てますね、真似してますね、大人とね。で、今先ほど言いました、このもちろん飲酒絡みは女性もね、女性と女の子たちも、はい、多いと思うんですが、例えばこういう先ほど話が出てました風俗とかに、はい、ね、入っていくとか、そういったところでこう分かってて分からずにって言うと思うんですけど、経営者がこう雇った場合、はい、この経営者にはどうなりますか。罪というのはどういう、どの程度のものがきます。これはですね、あの風俗適正化法律違反という風的法と言われているのがありまして、ですね、これ2年以下、そうですね、まあ、懲役刑が課せられます、はい、ほうほうほう。でそんなに軽いものではありません、で罰金もかなり高い罰金にはなってきますので、うんうんうん、であの知らなかったっていう、うん、まあ、方もいますけど、やっぱりあの確認する義務があるんですよ。だから逃れることはできません、うん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 、ね、だって化粧しては分かりませんからね。そうですね、やはり身元はですね、ちゃんと調査して確認する義務がありますので、まあ、知らなかったとかですね、そういうのは理由は通りませんね。ですよね、はい、どこでしたかね、那覇だったのかな、何度か潰れて、また空いてる店が何度かテレビでも映ってましたけどね、はい、今はないですけどね、はい、そうですか、何度かね、青少年を使っては閉めて、はい、また何ヶ月したらまた空いてるっていう店があったんですが、はい、うん、だからそういう風にして、まあね、簡単にもう逃れられるものじゃないのでね、はい、もうこの大人の方々もね、経営者も分からん方では通らないので ね、 でね、気をつけていただきたいと思うんですが、はい、まあ、まずはこのお酒を売ってる場所もね、最近身分証明とか出さないと売らないんですよね。あ、ね、タバコもそうですよね。はい、タバコもそうです。うん、なんですが、あの子供たちですよ。ええ、ちょっとあの何ですか、まあ、知り合いの頭使ったり、ええ、頭使って、そういったのもやっぱり、やっぱあのやっぱり年上の先輩、二十歳ぐらいだとですよ、あまりあの深く考えずにですね、後輩頼まれたからっていうのもあります、ね。ああ、代わりに買ってあげると。だからですね。うだからタバコのね、このカードができましたね、一時期ね、あ、今もありますけど、はい、それも
どこのコンビニと言いませんよ、あんま言っちゃ困るので、あるコンビニに行くと、あの自分これ忘れてきたんですよって言うと買ってくれるらしいんですよ、店員が、じゃあ僕が代わりにと、っていう話も何名かから聞きましたよ、意味ないじゃんって言って話をしましたけどね。だからそういうふうにやっぱり代わりに買ってあげるとかっていう大人たちもね、やっぱり周りにいるのでね、これもちょっと問題かなと思うんですが、うん、ただね、この深夜徘徊って、まあ、範囲がありますよね、まあ、この間もちょっと話が出たんですけど、先生方でね、今塾とかも結構ほら遅くまでやってるじゃないですか。そうですね、はい、もう今の塾は結構余計ほら受験前ということで、はい、分からないと分かる前に残すんですって、はい、何時まででも解けるまで、はい、まあ、これも親切だと思うんですよ、はい、もちろんね、はい、そうすると時間が例えば10時とか11時って普通になっちゃって、はい、まあ、迎えに来てくれる家族はいる人もいるんですけど、中にはほら共働きでどうしようもないっていうお家は自分で帰っていきますよね、うん、そうですね、そういう時って歩道を抑えた場合どうなりますか。あの深夜徘徊には理由がありますんで、ええ、あの塾からお家に帰るという立派な理由がありますので、それについてはあの深夜徘徊とは捉えません。ただ、うん、親御さんには確認はします。あ、やはりですね、ええ、この塾から家に帰る間にちょろちょろと遊び回ると、うん、これは深夜徘徊になりますので、ええええええ、はい、よくね、帰る前お腹空いたからコンビニに寄って何か食べてとかってね、子供たちよく見ますよね。まああのちょっと10分ぐらい食べ物食べるぐらいでしたら全然問題ないんですけど、だから時間にもよりますからね、うん、だからいろんなね、まあ、もういろんな本当に塾もこのぐらい長い時間してるし、また例えば部活が終わってすぐは帰らないとかね、はい、そうですね、うん、で遅くまでコンビニでペチャクチャペチャクチャしてるとかね、そうですねやって帰るのが9時10時とかありますからね夏休みって意外とあの何ですか、父兄がこう回ってませんか。あ、はい、ボランティアの方、はい、ね、回っていただいてます、はい、でその時ってやっぱり上がってくる子どもたちでいつも一緒って聞きましたけど、あなんか子どうされる子たちいつも一緒なんですよねっていう話を聞きますけどね。結構沖縄の人といったら多いですね、この同じ人が何回も。ですよね、はい、なんでねって言ったら親がいないとか、あそうなんだって終わっちゃうんですけどね、はい、まあそう言われるとね、とかまた場所もあるんですよね、どうしても、はい、集まる場所、集まる場所、公園とか、うんうん、コンビニとかスーパーとか、うんうん、だいたい集まりやすい場所がやはり多いですね、うん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 、そういうところってやっぱりあのこう何ですか、皆さんでこう巡回とか親以外にもやられます？はい、そうですね、あのボランティアの方がいますので、少年ボランティアの方がいます、うんうん、その方たちが、まあ、この地域地域にいらっしゃってですね、うんうん、あのこの計画して回っていただいてます。そうですね、特に休みの長い間はね、どうしてももちろんでも9月って聞いたら9月を回らなきゃいけないね。9月もぜひ ね、 ね、そうですね、なんか回るってのも夏休み冬休みぐらいかなと思ったら今度はもうね、じゃあ9月もお願いしたい、ボランティアの方々ですね、お願いしたい、まあ、少年歩道院っていうんですけど、うんうんうん、その方々と一緒ですね、毎週金曜日、毎週金曜日、はい、はい、パトロールしております、はい、まあ、特に第3金曜日ですね、はい、行ってしまったらみんな逃げる、それが逃げる逆に逃げたりして力を入れておりますんで、あ第3金曜日ですね、はい、で何時頃から回られるんですか。9時10時ぐらい、ね、9時10時ぐらいから回り始めます。この学校区がありましてですね、うんうん、そのあたりであの、まあ、集まりやすい時間帯を決めて、うん、そこで回っていただいてます。皆さんも努力してるんですね、はい、うん、素晴らしいです。で先ほどね、こう少年育成のためにいろんな企画をなさってるって、はい、池間さん、はい、で例えばあの講演会ではないんですけど、セミナーっぽいのとかやるんですか、学校に行って。そうですね、はい、学校に行って、まあ、全校生徒に対して、うん、まあ、非行防止教室ということで、まあ、こんな深夜徘徊とか、うんうん、あと、まあ、薬物乱用とかで、うんうんうん、そういった話はさせていただいてます。で反応はどんなです、生徒の。あ、結構真面目に聞いてくれてますね。真面目に聞いてるのかな、はい、聞かんふりしてるのかな、一応座っとこうって。そうですよ、ゴルゴさん、命の、あれを自分よく使うんです。あ、はいはい、だから興味をちょっと示していただいて、それの中にちょっと織り交ぜながら、そうですね、あんまり真面目にやりすぎるとまで聞かないですからね、ちょっとはジョークも入れながらしないといけないと思うんですが、で先ほどドラッグの話が出てましたけど、はい、脱法ドラッグとかいろいろあって追いかけっこって言ってましたけどね。はい、全国的にですね、取り締まって、今沖縄県にはもうないと思います、この脱法ドラッグ、まあ、いわゆる危険ドラッグなんですけど、 そうですね、はい、それを販売しているお店は、はい、で、そうですね、全国的にもだいぶガクンと減っていると思いますね。ですね、だからいろんなね、この法の抜け道を抜けてこう作っていって、ハーブだからいいだろうって言ったりね、
やってるっていう話を聞くんですけどね。県内に以前に3店舗があったんですけど、うんうんうん、それも全部立ち入りしてですね、はい、もう少なく、もうほとんどないですね今ところは、うん、なんか難しいですね。なんかハーブって言われたらね、はい、ああ漢方薬なんだとかって思ったりしますからね。そうですね、はい、それを誘い水にかけてまた販売するという手口ですね、うん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 、ありますので、うん、そうですね、はい、もうだいぶ猫なんですし、私も何年か前なんですけど、何年前ですかね、もう10年以上前ですかね、ある近辺で言いませんけどね、これね、ある近辺で、ある近辺で言いませんけどね、外人がこう打ってるとか、あ、うん、夜そこに何時何時に行けば必ず持って歩いてる人がいると、もうだからもう内地としてですよね、あとこの映画の世界、はい、こう街角に行くとこう隠して、手で隠してこうやってお金とこうやってやってるっていうのを聞きましたからね、10年ぐらい前ですかね、うん。怖、ま、えとかって話をしましたけどね、はい、そういった話がありましたらぜひとも、はい、もう10年前なので今ないんじゃないですかね番組が終わった後に聞きます、ね、怖い、聴取されるで、ね、そういう話とかね、いろいろやっぱりね、あの子供たちの話って知らんふうして聞いてるとボロボロ喋るんですよね。で、あ、そうかそうかって聞いていくんですけどね。でそういうふうにしていろんな抜け道を通っていろんな犯罪があるんですけど、この援助で、で、なんだっけ、出るサイトと とかそういうのもね、とか、またあのメンズバー、はいはい、え、メンズバーって今沖縄市っていうか沖縄県メンズバー少なくないじゃないですか。そうです、ね、前に比べたらだいぶほとんどないですね。ないですよね、はい、前はね、もう沖縄市って言いましたけど、沖縄市は結構ありましたよね、うん、自分の先輩も声してたので分かるんですけどね。あ、そうですか、何件かね、だからもうメンズバーっていうのもね、今はもう見たことがない、うん、那覇にはあるのかな。あ、どうですかね、何もあるでしょうね、あれだけ大きいところですからね、はいはい、うん、だからさっきも言ったように女性はね、まあ、女の子は働く場所が結構多いんですが、うん、男子が働く場所少ないかなって今とっても思ったんですよね、はい、例えば家出して、あ、だってどかたするにもやっぱ昼間歩かないといけないから見られますよね、はい、お前いくつかって言われたりとか ね、難しいですね、男の子はね。そうですね、考えたいですよね、だから人数がそれだけ少ないのかなって今思ったんですよ。ですよね、男の子が1人とか ね、女の子40名のにって、はい、うん、だからそれはいいことなのか、うん、分かんないけど、まあ、家では良くないんですけど、まあ、家で自体いろんな問題があると思うんですけど、家庭環境とかもやっぱり調査ではないんですけど、まあ、こう聞いたりなさいます？そうですね、はい、家出した際にはこの子供の親から、ええ、あのどんな状況でしたかっていう聞き取りとかありますので、うんうんうん、それをもとにやっぱり私たちもあのネットワーク使って探し始めますので、うんうんうん、例えば最悪な環境の場合はそういう家庭にもどうにか入っていくこととかしますか。あ、児童相談所とかですよ、うんうん、あの市のまたこの子ども健康相談所とか、ええええ、あと学校と連携して、うん、あのまあ、こういった最悪な環境の家庭については集中的にやることもあります、うんうん、今ね、前よりもね、ちょっとあの何ですか、こう児童相談所もノックしたりとか入っていくことも可能になりましたよ ね、 そうですね、前はすごかったじゃないですか、はい、やってはいけないとかね、訪問もしつこくしていけないとか、ね、あの断られたら入ってはいけないとかって、はい、今はちょっと厳しくなったんですけど、権力ありますから、うん、法律が強化されてですね、そうですね、立ち入り権限もですね強化されましたので、うん、児童相談所もですね、やはり各家庭に入っていきやすいという環境に、そうですよね、その方がいいと思いますよね。例えばね、はい、虐待されて、例えばあのベランダにね、放っておかれても分かんなかった、はい、どうしようもないっていうのがありますからね、そういう事例ってね、沖縄はまだないんですけど、本土にはありましたからね、何度かね、県でややもするとね、結構あったんですけど、うん、やはりですね、これではいけないということで、あの法律ですね、うんうん、ちょっと改正してですね、立ち入り権限を強化して、児相の方 もう仕事がやりやすくなっている。そうですよ ね、そう思いますよ、はい。でまた面白いことに、外国の場合ってちょっとでも子供が泣くとすぐ通報するんですよね、はい、その辺がすごいんですね。その辺はいいのか悪いのか、たまにちょっとあれって思う時もあるんですけどね、はい、私の知り合いが空港で子供が泣いてたんですって、はい、アメリカでね、はい、じゃあ、あんたよとかって怒ったらもうすぐ警察が来てたってなんでみたいな感じも、うん、あったらしいですよ。だからいいのか悪いのか、やりすぎなのかどうなのかってもありますしね、また、うん、太りすぎても捕まりますよね、親は。わかります子供を太らしすぎた、あー、なるほど、はいはいはい、管理不行き届き、あなたの管理が悪いから子供が太ったのよと、あ、いうことで裁判かけられた親もいますよ。すごいですね、うん、だからそういうのを考えるといいのかなって思ったり、やりすぎと思ったりね、プライベートの部分ですよね、はい、でもやりすぎかな、わかんないですけどね。外国ではあのベビーシッターとか、ね、子供が親がいないときは確実にベビーシッターを依頼しなさいとか、うん、そういうのがはっきりしてますね、うん、いい面もあるんですけど ね、まあ、ねちょっとえっていうのもありますからね、はい。
という割には外国人って大きいのが多いですよね、はい、本当にね本当に中間タイプ探すのがなかなか難しいっていうのあるんですけど ね、まあまあそれは食べ方の思考の問題かなと思うんですけどそうですね、うん、で本当に沖縄でもね今はちょっとずつこう虐待とかっていうのもね増えてるのか減ってるのかちょっと見えないんですよね。どんなですか。あ、ですね、今はそうですね、増えてるって言えば、まあ、増えてはいます、うん、実は虐待にもいろいろ種類がありまして、ねええ、例えば親が喧嘩してる、はい、でそこで子供が見ている、あーはー、これも虐待に当たるんです。うん、心理的虐待という、お、精神的だったんですね。そうです、そう、昔は、まあ、そういったそこまではなかったんですけど、今はそれもありまして、そういったこともありまして増えてはいますね。うーん、種類的に前にこんな話言ってるんですけど、障害名が、障害者、体の障害名が増えたと同時に、はい、いろんな人が分かってきたという感じで、だからこういうふうに精神的なもの、障害、名前がいっぱいついてくると、はい、種類が増えてくるんですよ、はい、そうですね、ちょっとまとめにくい、何なのって、はい、あと分からなくなるっていうのがありまして、はい、結局心的ストレスなのか、はい、それとも本当に肉体的になのかっていうのがちょっと分かんないっていう部分がありましたね。沖縄もやっぱり増えては来てるわけですね。そうですね、はい、うーん、ネグレクトもあるじゃないですか、はい、全然もう何もしないほっとくみたいな、そうですね、あれもありますからね、はい、そういうのって加えてて、ね、そうそうそう、はい、結局お風呂も入れない、はい、ご飯もあげない、はい、何もしない、お金だけテーブルの上に500置いてあるとかね、通報来ましたらですよ、地域の警察官なり私たちも行きまして、うん、その子供を見て、うんうん、確認して、ええ、ちょっと洋服をあげていいですか、ええ、そういったとこまでやってるんですよ、状況とか確認はしますので、傷はないかとか、はい、殴られた後はないかとか、ね、あとは学校の先生とかも、うん、あとお医者さんも、うんうんうん、そうなんですけど、うん、何かしらあればやはり児童相談所に通告とかはします、うんうんうん、なんかね、よくねテレビのドラマとかでもね、病院に連れてって医者がびっくりして電話かけるっていうシーンはよくありますけどね、はいはい、あ、これも実際にあるわけですね。本当にそういうふうにしていかないとね、やっぱり大人のこうストレス発散の下手な方ってなんかやっぱり弱いものに行くみたいな感じで ね、 そ う、 ですね、そういう話を聞きますのでね、うん、やってる本人からも話聞いたことあるので、まあ、一応わかるんですけどね、うん、難しい難しい。はい、ではここで前半終了です。一旦ミュージックブレイク挟んで引き続きトークしていきます。リスナーの皆様、チャンネルはそのままで。ミュージックスタート。上手。今シャワー行ってってくださいよ。でも入ってますから全部。いい曲ですね。たまに聴くといいですよね。エルビスプレスリー。
はい、ここからも家出少年および福祉犯罪被害少年等の発見保護強化月間についてトークしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、ところで、ね、先ほどから福祉犯罪とおっしゃってますが、この福祉犯罪とはどういうことでしょうか。はい、福祉犯罪とはですね、大人が子どもに対して子どもの心の隙や弱い立場を利用してですね、はい、青少年に被害を及ぼす犯罪や青少年の健全育成を阻害する犯罪を言います。例えば、児童回収や児童ポルノ、そして青少年をスナックなどで働く行為や、青少年に酒、タバコを提供する行為、さらに青少年を深夜に連れ回す行為などであります。まあ、その他にですね、インターネットの出会い系サイトを利用した犯罪も少なくありません。なるほどね。青少年の健全育成に悪影響を与える犯罪がこう福祉犯罪ということですね。はい、そうですね。はい、前半でもね、県内においてもこう福祉犯罪の被害に遭うケースがあるとのお話が出てましたが、今年はどのようなこう福祉犯罪が報告されてますか。ああ、そうですね。やはりあの児童ポルノ、まあ、あの子どもたちをですね、騙して裸にして写真を撮るという児童ポルノ製造とかあるんですけど、その犯罪や、そして風俗営業、まあ、通称スナックとか、うん、バーとかで働かす犯罪、そういった犯罪が見受けられますね。だからね、この子どもの、まあ、今いろんなね、まあ、あの好みがあるのでね、何とも言えないんですけどね、まあまあまあ、あのまあ、デブ線が好きな人もいればあの若やっぱね、このロリータ系もいれば、まあ、少年系もいると思うんですけど、はい、そういうのがあって、ね、やっぱりね、不法に、ね、子どもたちを、ね、脱がしてっていうのはちょっとね、考えられない行為なんですけどね、はい、こういう人たちって自分の子どもがやられたって思わないんでしょうかね。そうですね、この辺ですね、ちょっとですね、やっぱり、うん、主にまたあのインターネットを利用した出会い系サイトでの、うんうんうん、まあ、被害児童が多くなっている状況でありますね。うんうんうん、前にも もうどのくらい目か忘れたんですけど、男の人はあのこう出会い系サイトで呼び出しして何名か殺したのがありましたよね。はい、多福県ですね、ありましたよね、はい、で全部次々と埋めていってっていうのがあったんですけど、はい、まだ若い方でしたけどね、男の方も。だからそういうのでやっぱりなんかね、やっぱりこの言葉のマジックじゃないんですけど、あのこう文字のマジック、はい、こうサイトで売ってるこの文字を見て文字に恋焦がれるっていうなんか傾向があるみたいで、やっぱり寂しい人とかね、この文字を見て優しそうな人だなと思って、じゃあ会おうかっていうことで会ってしまったら、ところがどっこいっていう。そうなんですよ、このバーチャルの世界ですね、うんうんうん、やはり多いですね、子どもたちにとってはもうあの言葉の騙されやすいっていうんですかね、まだ全然会ったこともない人と直接会ってたりする、うん、そして被害に遭うというのがほとんどですね、うん、ですよね、はい、だからこれがね、ちょっとね、やっぱりうーん寂しいんでしょうかねって思うんですけどね、うん、今の子どもたち、後でも後半にも出るんですけど、こうね、やっぱりスマホとかいろんなゲームとかでやっぱりバーチャルの世界と現実の世界の違いがちょっと分かってない部分があるのかなって思ったり、そうですね、例えばあの、まあ、死んでもリセットすれば生きてくるよみたいな考え方とか、なんかそういう子たちに、今は学校でもいろんな植物とか動物とかをね、こう育てさせてるらしいんですよ。グッピーに餌をあげさせたりとか、はい、朝顔に水かけさせたりとかって、やっぱりこういう育成させることを教えていかなきゃいけないのかなって思うんですけどね。うん、でこの前半でサイト系の被害についても話がありましたが、はい、やっぱり、ね、先ほど言いましたスマホ系、それに対する対策とかあるって聞きましたけど、はい、はい、そうですね、やはり子どもたちが今現在もほとんどが携帯を利用しているというんですかね、あるんですけど、そのためにはやはり子どもたちからまあこういった性の被害を守るためにですね、有害情報のシャットダウン、うん、要するに悪い情報はシャットダウン、子どもたちには情報を与えませんというフィルタリングというのがあるんですよ、制度がですね、やはりこのフィルタリングを活用して、やはり子どもたちにはですね、このフィルタリングを制度を利用して有害情報を子どもたちに与えないということですね、そういった制度を活用するのもいい手段であります。そうですね、ここにもね、はい、今日チラシって言えばいいですかね、はい、これ持ってきていただいたんですけどね、はい、あなたの子供が児童ポルノの被害者にってこうね、スマホの画面の絵があって、はい、フィルタリングをサービスで有害サイトをシャットアウトっていうのが、まあ、いろいろ載ってるチラシがあるんですが、はい、これは最寄りの警察署とかに置かれてるんですかね。はい、そうですね、最寄りの警察署と、そしてあの電話の契約時にですね、au さんとか、あ、そうですね、はい、のこういった電話の会社の方にですね行けば、こういったパンフレットがありますので、で、親御さんに会ってもですね、フィルタリングを書きたいんですけどということを一言言えば、うんうんうん、すぐ向こうの人も分かりますので、あるいは向こうの人ももう分かっておりますのでですね、うん、
業者さんも分かっておりますのでそれはやると思いますので、うん、よろしくお願いします。そうですね、ここにもあるんですけど、はい、これ一番笑える部分、皆さん、はい、少女になりすました成人男性に裸の画像を送らされたとかね実際あるんですよね。ねえ、はい、実際にあるんです。これ、ね、これがね、はい、やっぱ言葉巧みにすごいですよね。これなりすましなんですかね、うん、なりすまし自販というんですけど、うんうん、やはりあの、まあ、男性が女性に、まあ、バーチャルの世界ではありますので、男性が女性に、まあ、変装というんですかね、言葉で変装して相手を誘うというんですか、うんうん、それがこれなりすましですね。すごいですよね、はい、これってね、やっぱ言葉相当勉強したと思いますよ、この人たちね。そうそう、いい方に言えば子供の言葉にですね、ね、本当になって女性になりすまして、うんうんうん、相手の被害児童からいろいろものを誘い出すというんですかね。え、はい、で今度私体験は何ですか、あのリベンジ、ポルノでしたっけ、あれもありました。ちょっとお話が飛びますけども、はいはいはい、ああいうのもありましたよね、はい、元彼が私の裸の写真を送ったとかね、はいはいはい、もう本当にあれもやめてほしいですよね。はい、そうですね、まあ、それに伴ってこういった児童関係もですね、やはり危ないですので、うんうん、一つ自分気をつけないとですね、やはり一旦写真を撮られてしまうとなかなかですね、そうですね、厳しい状況がありますね。これって消すことって難しいんですかね、一度上がってしまうと。いったインターネットが上がってしまうとかなり犯人は逮捕できてますね、ええ、情報はどん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 媒体としてどんどん広がっていきますので、なかなか厳しい状況でありますね。これね、どうにかね、はい、誰か考えてくれないかね、今日消せるものを ね、あれば、うん、結構海外でもそういうのがありまして、いじめになっちゃって、はい、結局あの友達同士でやってるうちに話が大きくなっていじめになっちゃって、その子の写真を全部送って全部もう学校中広がってっていじめになって、うん、あと親がもうテレビに出てきてやめてくださいと、こういうふうにやられてます、うちの娘はってやったんですよ。素晴らしいっていう人もいたんですけど、はい、また逆にやりすぎっていう、またこんなまたいじめが来て、バカじゃねえのっていうのが来て、またやられたっていう話があったんですけどね。だからもうあの本当に一旦乗っちゃうと消すことができないのでね、うん、これがやはり、ね、問題ですよね。警察としてもちょっと苦慮している状況です ね、まあ、犯人はねすぐ逮捕、うんうんうん、情報はねなかなかもうどんどん伝わっていきますので、ね、でもこれを調べるのも大変ですね、犯人をこう辿っていくアドレスから、はい、すごい作業ですよね。だって最近はほらプロバイダーを何か所もこうね通過してアメリカ、日本にいるくせでアメリカ使ってるとかってやりますよね。うーん、大変ですよね、これ探す人たちも大変だと思います。だそうならないように皆さんもね、フィルタリング、そうです、ね、これからね携帯をこう買って与えようかなと思ってる親はね、はいはい、もうすぐそれから先にやっていただきたいと思いますが、はい、余計ほらもうすぐ受験が終わったらじゃあお祝いにとかってね、うん、なりますからね皆さんね、はい、特に DIK サイトとかですね、うんうんうん、コミュニティサイト、このドラッグ情報とかですね、そしてアダルト情報、うんうん、そしてギャンブル等のですね、そういった情報がありますので、やはりこれら悪い情報はやっぱり子どもたちからはシャットダウン、うん、シャットアウトする必要がありますので、やはりフィルタリングというのが必要ですね。そうですね、はい、本当ですね、やっぱりね、これはね、だからこういうのがちょっと苦手と思っている方はまあね、やっぱりこの電話局じゃないや、なんていうんだろう、こう電話会社って言えばいいのかな、はいはい、行って相談してね、こういうことしてほしいんですけどっていうことをお話していただければいいのかなと思いますね、はい、でいろんなチラシがありますよ、面白いですよ。ストップ出会い系サイトとかね、こういったチラシも見ながら、皆さんここに映らないのでね、残念ながら、残念ですね映るけど後で載せてあげてもらいましょうね、ブログの方にで今までのこう流れを見てみますと、じゃあこの不良行為少年っていう言葉が出るんですが、はい、それってどういうこと、いわゆるどういうことを含めて不良行為少年っていうんでしょうか。はい、いわゆる不良行為少年とかですよ、例えば深夜徘徊してるだとか、はい、喫煙、うん、飲酒、うん、退学、うん、まあ、家でもそうなんですけど、まあ、他にも粗暴行為とか無断外出とかですね、うんうん、そういったものをまとめて総じて不良行為少年と言いますね、うん、ヒンジャーじゃダメなんですか。ヒンジャーオルバって、ね、自分なんか懐かしいでしょ。懐かしいですね。でもドッキーせわかるからよくね、じゃヒンジャーオルバとかって言ったんですけど、ちょっと違うのかな種類が今ね。でもやっぱり私たちの時の悪ガキと今の子供たちのこう環境がやっぱり違うのでね、あの遊び方が違うというのかね、遊び方が違いますね、うん、もう今とも違う、情報で遊ぶという部分もあります、ね、うんうん、ですよね、はい、本当にもう携帯一本だけでいろんなことやってますからね、はい、この LINE でつながってですね、うん、例えば那覇の子がなぜか名護の子と知り合いが取るんですが、うんうんうん、
私の知り合いもね、この LINE がまだこう広がる前に、はい、SNS ですよ、はい、内地の方とネットで知り合いになって、本当にもう LINE だけですよ、はい、だからこのやっぱり字に惚れちゃって、うん、会いに行きましたよ。あ、見たこともない人会いに行って、みんな止めたんですよ、やめなさい何があるか分かんないから、いや私はこの人しかいないって、はいはい、ええー、って言っても聞かない、生かしましたよ、はい、向こうでやっぱ振られましたよね、はいはい、本人びっくりしたんですよ、来ると思わなかったと、まさかどうしてもね、やはりその文章っていうのかな、一次元の世界にそれが、まあ、思考、頭の考えが入ってしまって、うんうん、本当にバーチャルの世界、自分で仮想を作ってしまって、うん、ですよね、もう完全に思い込みっていうんですね。ですよね、はい、もう花の王子様どころか、星の王子様どころか、はいはい、何の王子様か分かんないんですけども、そこまで頭が広がっちゃって、もうね、彼女はいい経験したと思いますけどね、はい、だからそういうのもいろいろありますので、今の世の中、本当にもうね、SNS もいい方に使えばいい、ね、手段なんですけどね、はい、悪い方に使えば、またいかにでも使える。状況でありますので、そうですよね、気をつけていただきたいんですが、はい、その他にも今言った話の中以外に何か皆さんにお知らせしたいこととか注意事項とかありましたらよろしくお願いします。そうですね、まあ、あの私からは、じゃあの、まあ、万引きとかもあります。ああ、どうぞどうぞ。あのあれですね、あのこの夏休みとか、また子どもたちが余裕のあるっていうか、時間に余裕ができますので、遊びながらで万引きとかする子もいます。でもそういった万引きっていうのは、やっぱりあの、まあ、窃盗罪といえばそうなんですけど、あの後々店を潰して、結局そこに働く人たちの居場所をなくして、その人たちに家族がいて、例えば同級生の子どもがいたら、そういった子は、転校せざるを得なくなるっていう、そういうふうに悲しい方につながっていきますので、100円だから大丈夫じゃなくてですね、100円だから積もり積もって何百万にもなっちゃいますので、そういったことはやめてほしいと思います、ね、うん、そうね、うん、今の子たち、前もね、ある人の方とから聞いたんですけど、自転車とかもよく盗まれるんですけど、はい、今の子たちはあの欲しくてじゃなくて、何ですか、あの交通手段として、ね、乗ってそこで捨てるっていう、はいはい、らしいですね、今の子ね、はい、だからね、そこが違うんでしょうかね。だからこの万引きも単なるゲーム、はい、欲しいというよりは遊びの一部ですよね。うん、それを考えるとちょっと怖いものがあって、だから小遣い制のお家も結構多いんです今ね。大体平均的に、はい、もう共働きが多いので、どうしても、はい、じゃあ月にいくらとか何をしたら100円とかってお家が多いんですが、うん、で意外とお金持ってる子どもたち多いんです、はい、でそうするとやっぱり自由に物が買えるっていう部分があって、うん、中にはみんながみんなじゃないので、中にはやっぱりね貧しい子もいるので、はい、やっぱそういう子たちが欲しいがためにやるっていう人たちもいるんですけどね、はい、うん、でもね、昔取り扱った事案でですね、ええ、あの要は家にいられなくて、はい、中学生なんですけど家にいられなくて空き家に住み着いて、ええ、結局生きるために万引きしてた子がいました。おお。これはこの飽食の世の中でびっくりした話なんですよね。なんかすごい戦後時代みたいですね。でも子供は子供なりに大変ですね。そうですね。だって自分のお家にいられないってことはね、はい、いろんな事情があるんでしょうね。そうですね。だからね、あの今父子家庭母子家庭も結構今はねもう増えているし、まあ、逆に言えばそれだけ制度が良くなって、前みたいにね苦しいのあんまりなくなったと思うんですが、それもあるんですけど、だからお家にほとんど親がいないとかっていう家庭が多いんじゃないですか。そういうところで結構たまり場になっちゃうんですよね、どうしてもね。そうですね、やっぱりそういったのもありますね、でそういうところでやっぱり集まって喫煙したりとかね、はい、が始まりますのでね、何かしらやっぱりたまり場になってるようなお家はあのそういった子たちが集まってきますので、できたらこういったことを交番とか、いろんなところで情報提供していただければ、巡回連絡っていうのもありますので、あ、はいはい、いやもう回ってもらうだけでもね、やっぱりまた来たぜとか言って逃げるかもしれませんしね。今の子どもたちはね、本当にどこまでが怖いのか、あのやっぱりだからさっきも言ったみたいに現実とバーチャルの世界が ね、 そうですね、重なってるので、はい、だから警察だよって言っても、うんみたいな、あのリアクションが弱い。私たちの時は警察えとかって、今の子たち警察ふんだから何みたいな、ちょっと一歩冷めてるって言えば、はい、いい方に取れるのかな、ね、っていうのがありますからね、難しいのがありまして、車とかもどんなですか、車盗んでいく子供たちどんなでしょう。
ちゃいますね、うん、車もそうなんですけどやっぱオートバイとかありますね、はいはい、うん、でそのオートバイがあのネットで売買転売転売転売ってもうわけわからなくなるぐらい転売されたっていうのもありますね、あれってネット見たら自分のバイク売られたりとして、はい、そういうのもあったりするんですね。だから本当に青少年って、青少年って言ってますけど18歳までですか、いくつまでが青少年って言うんだろう、まあ、青少年というのは20歳までですけど、また児童福祉法に言う児童というのは18歳に18歳、はい、そっか、はい、で事件で例えばあの今も捕まりますよね、関係ないですよね、14まで捕まりましたっけ、はい、そうですね、逮捕逮捕はできましたよね、はい、逮捕というか例えば 殺人した場合でしたっけ、そうそうそう、14歳も同じようにやられるんですよね、はい、前は違いましたよね、はい、だってよね、はい、前は大丈夫さ、よく外国の映画とかでね、僕はまだ十何歳だから大丈夫とかっていう映画があって、うん、うんうん、法律変わったよって言われてとか言ってるのがあったりとかありましたねもう今本当にもうこれだけ子どもたちも、私たちの時の子どもたちの年齢のこう未熟なのか頭でっかちなのか、ちょっとね情報だけが入ってきて、頭だけが頭でっかちになってしまってですね、精神的なのはね、はい、まだ幼いのにっていうのがあって、うん、ほとんどですね、もうあの携帯電話は一人に一台持ってますので、ね、そうですね、はい、やはりこれからのいろんな情報収集、うんうんうん、そしてまあそれが逆に洗脳されたり、うんうんうん、まあ夏休み終わってそれで遊びに行ったり、知らない子どもと知り合ってまあ家でするとか、うんうん、やはりそういうのですねがまあ多い傾向にありますね、うんうん、はい、であのまあ日々コミュニティサイトを使ってですね、うんうん、まあ大人が子どもを騙していろんな性犯罪とか児童ポルノとか児童回収とかあるんですけど、うんうん、まあその被疑者を逮捕して調べたらですね、コミュニティサイトをなぜ選んだのか、うん、その方に、目を向けたと、うん、向けたのかと、うん、犯人に聞きますと、まあ、逆に多数の児童が登録しているからあサイトに、はい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 、ですね、そして、まあ、あのこの被害児童とメールのアドレス交換ができるからとか、あるいはプロフィール検索で児童を選べる、うんうん、怖いね、はい、こんなの言ったらね、怖いですね、これの写真とかが、もう今すごいですからね、普通ですからね、はい、写真ね、やはりこの辺が、うん、まあ、犯人もそういった条件があるからここを選んでやですよね、はい、山があるから登るんだよじゃないんですけどね本当にね、そういう感じですね、はい、やはり子どもたちのね、この精神的未熟さをですね、まあ、悪い大人たちが利用しているというですよね、はい、男性がですね、が見受けられます ね、 ね、だからこう LINE とかでもこのタイムラインとかがあるじゃないですか、うん、そこでもああごめんなさいね、携帯持ってないからタイムラインっていうのがあって、はい、だからこの Facebook みたいなやつがあって、はい、そこで結局ちょっと短いものなんですけど、いろんな自分の状況とか、はい、子どもたちが流したりしてるんですけど、もちろんこれはもう知ってるものの人としか入りませんけどね、登録されたメンバーもう、これまで流していいのっていう内容が結構あるんですね、はいはい、で私は知り合いなのでお前ダメだよとか言ってやるんですけどこれだから一般的にねやっちゃうと、特に Facebook とかまたなんとかいろいろあるじゃないですか、うん、それで載せるのもちょっと考えて載せないと怖いんじゃないですかね、怖いですね、やはりこれ誰が見てるか分かりません、うんうん、まあ、グループではあるんですけど、うんうん、やはり誰が見てるか分からないという部分がありますの、うんうん、LINE もそうです、うん、のでやはりあのいくらその友達同士もですね、うんうん、やはり載せてはいけない情報は載せないようにですね、自分で自分を守ることも必要ですね、そうですね、はい、ね、先ほどもね何回も言いましたけど、一回載ったのは消せませんので、簡単にはね、はい、インターネットに載ってしまうと、もう、これが怖いところですよ、ね、ですよね、消せるんだったらいいんですけどね、はい、で犯人捕まってその情報が消せるんだったら一番ベータなんですけど、ですよ、ね、犯人捕まってもこの情報だけが一人歩きしていくというのが、ね、まあ、ほとんどですので、何十年前の写真がまだ載ってるとかね、ありますからね、あります、あります、あれ今と違うけどって言われたりしてねちょっとこれは困るんですけどね、これあ10年前の写真とかその、ね、そういった可能性がありますので、うん、だからね、そういうのを考えるとちょっとね、あのこんないろんなものに載せるのもいいですよ、友達を作るのもいいことなんですけどね、うんうん、まあ、ある程度できる、解除できる程度のね、みんなが分かる程度の情報はいいんですけど、うん、細かいのはちょっと怖いかなって思う部分があって、うん、ね、やはり子どもたちもそこの部分をですね、やはり分かってほしいとかね、うんうんうん、全部が全部晒すんではなくて、うんうん、この部分も情報を与えてしまうと、前の手インターネットに乗ってしまうと危ないなっていうのですね、やはり子どもたちもちょっと考えてですね、うんうん、やはりあの LINE とかも遊ぶんだったらそういった感覚で遊んだ方がいいと思いますね、自分を守るという意味でですね、ですよね、はい、でこうやってよく言うんですけど、あの、まあ、子育ての世界で例えば親子で
はい、携帯の使い方を話しするとかね、もうやるなって言うとやるので今の子はそうですね、それをね、綺麗に、そうですね、逆手に取って使ってもいいんだけど、こういう風にしてやるんだよって説明した方がいいんじゃないかっていう話も出てますけどね、専門家は、ね、多分この辺が一番少ないんじゃないですかね、うん、親と子供さんがこういった情報の部分が弱いと思います、うん、ですよね、はい、ぜひすぐね、私はすぐやるな、もう買わん、ダメ、3000円で終わりとかって、あの、なんですか、限定をかけてしまうとかね、はい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 、でそうすると余計やりたくてやりますからね、はいはい、そうすると夜中かっこいいやるそうです、子供たち、はい、本当にですよ今の子供たちって目悪い子多いんですよ、わかります、はいはい、小学生から 0. 点何とかですよね、はい、びっくりしますよね、うん、細かいの見てるやそうですよね、ですよね、1日 3,4 時間普通だと言ってますからね、今当たり前ですよね、はい、この子たちね、でもういろんな種類がありますよ、 iPod とか何 Pod とか分かりませんけども、私は持ってますけどねいろんな種類を持ってて、ダンスを見たりとかね、いろんなの見て、はい、こんなって電気を結局目の近くに持ってってるわけですからね、はい、そうですね、うん、持ってるのも部屋にこの iPad とかが乗って、もういつでもどこでも見れる状況ですよね、はい、手のひらで世界が見えるっていうね、いい方に言えばね、はい、なんですよね、でこれでほら一時期あったじゃないですか、どこでしたかね、ちょっと学校目忘れたんですけど、いじめのメールを回して自殺まで行った子がいましたよね、はいはいはい、そういうのもね、学校の裏サイトとか、そうです、ピンポーン、はい、裏サイト、はいはい、あったんですけどね、やはりこれももう一つなんですけどね、うん、こういった情報のまあ行き過ぎっていうんですかね、うんうんうん、が見受けられますので、やはりどうしてもモラルを、はい、考えて、モラルを考えて扱った方がいいですね、そうですね、はい、やはり親子でね買う時にはやっぱりお話しして、はい、約束してね、はい、こんな使い方しようとか言った方がいいですよね、はい、でいろんなサイトって今怖いじゃないですか、あの自殺の仕方とかも、あの、うん、それはありますあります、はい、薬もなんとかって載ってるんですよね、はいはいはい、うーん、やっぱりあれの消す方がいいな、はい、フィルタリングが必要って、ねね、先ほど説明した有害情報、うん、自殺のやり方とか、ね、有害情報はやはりシャットダウンした方がですよね、はい、子供たちになりますので、ですよね、本当に、はい、大人だったらね、まあ、自分でも判断に入っていくのでね、はい、そうです、はい、いいも悪いもあんたの責任ようですけどね、はい、子どもたちは分かんないのでね、ただ真似してしまうとかっていうのがありますからね、うん、やっぱりねフィルタリング考えていきましょう、本当にそうなんですよ、で先ほどのね、あのいろんな、まあ、一般的にこう全部今からお話ししたこの少年犯罪に関して一番ね心配なのは家庭環境がだいたい引っかかってる場合が多いんですね、うん、例えばね、はい、親子の対話ですね、そうですね、親子の対話が少ないとか、はい、会話が少ないとか、例えば本当にね、あの環境が違うとかいろいろあるんですけどね、うん、地域の、ね、皆さんに、ね、助けも必要かなと思うんですけど ね、もうね少年課にも助けてもらうのも当たり前なんですけど、はい、まあ、もちろん、ね、皆さんボランティアの方も一緒に、ね、動きながらね、はい、何かやはり地域の方々の目でですね、うん、まあ、警察もそうなんですけど地域の方々の目でですね子どもたちを守っていくというその精神がですね、うんうん、やはり必要ですね、そうですね、はい、地域は地域の子どもたち育てるんじゃなくてみんなで育てようという感覚でね、あんた沖縄市じゃないからいいよじゃなくて那覇市でも名護市でもね、どこの人でもいいからね、子供を見かけたらあんたたち何してるのってぐらいね声かけてあげるとかね、してあげたらいいですね、昔はできたんですけどね先ほどおっしゃった貧者かわらばさん、そうそうそう、そうおばあがパカっていたぬそがパカって、もう今そんなことしてあのおば怖いよってもうすぐ噂が広がりますからね、それもちょっと問題だと思うんですけどね、で先ほどのこの月間についてもう一度何か注意事項ありますか、もう一個呼びかけるとか皆さんにこれをやってくださいっていうことをリスナーの皆さんにありましたらどうぞお願いします、はい、やはりですね、あの福祉班要するにあの大人の中ですね、子どもを悪い環境に、誘引引き込む事案がありますので、やはりですね、親御さんと子どもさんがよく話し合ってですね、携帯電話を買って与えてくださった分を見据えて買って与えてください、よろしくお願いします、はい、はい、池間さんからも、もう課長が全部喋っちゃった、あ、本当宣伝宣伝宣伝、あの出前講座しますよとか、あのそうですね、各学校あの、まあ、出向いてですね、はい、あのいろいろお話しさせていただいております、あのよろしければ、まあ、どこでも飛んできますので、はい、で私もともと子どもたちと話すのも好きですので、うん、はい、あまり法律の固い話はしません、何が悪いのか、うんうん、その大元を話すので、うんうん、まあ、聞きやすいかなとは思います、はい、よろしくお願いします、はい、そうですね、であの連絡するとき沖縄市にすぐ電話するんですか、
そうですね、沖縄市でも構いません。沖縄市に電話して少年課の池間さんお願いしますっていう感じで、じゃあこういうこういついつこういうのをやっていただきたいんですがっていう話を詰めていただければ、はい、大丈夫です。また考えるということですね、はい、内容をね、はい、そうですね、今はね出前講座ってあちこちの方もやってらっしゃるみたいでね、うん、あのナースの方たちもね、はい、こういって性教育をしたりとかやってらっしゃるそうです。あとうちには歩道職員っていうあのこういった専門にする職員もいますので。あ、そうなんですね、はい、あれはよく聞きましたよ、交通課がほらお人形持ってなんだっけ、あの腹話術、腹話術、前交通課だったんですよ。あ、そうなんですか。ああいうのはよくね見ましたけどね。はいはい、うん、はい、あのなんとかちゃんって言って、そう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 、はい、うんってなんか声二人喋ってるよみたいな感じがありましたけど、はい、そういうこともまだあのそういうふうな感じで出前講座も今なさってるということですね。そうですね、うん、人形使いませんけど、ご自分であの手を動かしながらいいことですね。本当にあの身近に今まではやっぱり前も言いましたけど、正月来るところはちょっとみんな一歩引くんですよね、どうしてもね、うん、警察署、消防署、役所、どこだったっけ、もっとあったんだけど、まあ、署があるところはみんなちょっと引くんですけど、逆に皆様が降りてきてくださると、こっちが行きやすいっていうふうになりますのでね、はい、そういうふうにしてあの出前講座お願いしていただければ、どこにでも時間があれば、行っとかないと、また毎日来たら大変だから、それも大変です。時間があれば、池間さんが飛んでいきます、はいはい。はい、よろしくお願いします。はい、そろそろ時間となりました。ここでお二人とお別れです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、そろそろエンディングです。今日は沖縄警察署少年課より許田秀樹課長、そして池間ひとしです、漢字がね今ね少年課企画育成課長をお迎えして、係長だね、お迎えして、家出少年及び福祉犯罪被害少年等の発見保護強化月間をテーマにお送りしました。長い、次から短くしてくださいそういった来週の予告です。なるみめいさんをお迎えして家事を楽しくするには、家事レッスンパート1をテーマにトークしていきます。例えばカビの除去の仕方とか、そういうのも教えていただきます。メモのご用意よろしくお願いします。楽しみにお待ちください。ではまた来週お会いしましょう。一緒に See you next week、 一緒にせーの See you next week、 バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ラジオのまだまだまだ映ってる、映ってる。